皆さんこんにちは。今回は国産車そして外車についてお話をしたいと思います。外車といってもですね、主に欧州車そしてまあ米国車についてになってしまうんですけれども、まあ、この違いとですね、まあ、長所短所についてお話しできればと思います。まあ、各有私もですね、20年ちょっと前までは国産車しか乗ったことがありませんでした。当時はね、日本車がもう世界一だと思ってました。まあ、安いしね、もう壊れないし、何言ってんだお前ね、外車なんてカッコつけてんじゃねえよと、まあ、日本人だったら日本車乗れよと、もう真剣にそう思ってましたね。でね、サラリーマンやってたんですけど、まあ、金がないからね、友人から3万円で譲ってもらったねポンコツに乗ってたんですよ。で道走ってたらね、ある日突然ね止まっちゃいました。まあ原因が分かんなくてね、でまあいろいろ調べたら、どうやらタイミングベルトというのが切れたらしいと。でね、まあ、全部じゃないんですけど、ほとんどの車ねこれが切れちゃうとエンジン壊れちゃいます。でもしょうがないからね、まあ、その車廃車にして、当時ね会社の隅っこにね、まあ、転がってるねボコボコの車があったんですよ。まあ、ただ唯一ね車検だけが残ってると、まあ、それをね、まあ乗ってました。まあ、通勤にどうしてもね車が必要だったもんですから。そしたらですね、そんな私をある日ねお客さんが見かけたようで、どうしたの君って、あんなボロボロの車乗っちゃって、まあ、車だったらねもうちょっといい車乗った方がいいんじゃないかっていうふうにねお叱りを受けましてね。でまあ事情をお話したんですよ。そしたら、そうかって、じゃあね俺が1台俺の車でね乗ってないのあるからそれあげるから乗んなよって、直して乗んなって言ってくださったんですね。でまあどんな車かって、ね、見に行ったらね、それがまあとある欧州車だったんですね。でね、まあよく調べたらね、まあ、オイルパンが割れてるだけで、まあ大してお金もかかんないでね、乗れそうだと直せばということでね、それをね譲ってもらいました。まあ5万円かなんかお支払いしましたよね。まあ次のお車の頭金の足しにねしてくださいということで、それがね私の外車とのね初めての出会いでした。でもねその車はよく壊れましたよ。最初のね半年とか1年でもう50万くらいはかかっちゃいましたね。で私業界にいてね50万ですから、一般の人だったらもう軽く100万超えてたと思いますよ。でもね、じゃあその車乗るのやめたかっていうと、いやそれでもね、いや直して乗りたいなっていうね不思議な魅力がありましたよね。それでね、実を言うとね20数年前のその車今でも走ってます。いや本当にもうね距離も30万キロぐらいでエンジンも乗せ替えてると思いますけど、しかも未だにかっこいいんですよね。まあ、この辺はね、なかなか日本車にはない魅力かもしれません。であともう一点ね、まあ、そういった魅力があるっていうこともあるんですけれど、安全性っていうことなんですね。これもねやはりね日本車はね未だにね追いつけないでいます。当時こういうことがありました。私のお客様でご家族でね、ファミリーマイカーというのをファミリーカーで購入されたのはね、フォルクスワーゲンのゴルフという車なんですけど、まあ、ご主人がね、気に入ってて、それでまあ、ゴルフ買われたんですけれど、奥さんにはねすごい不評でね、もう買い物行くのにねもうハンドルは重たいし、ドアの開け閉めも重たい、アクセルも重たい、もう早くね買い替えてと、もうマーチとかねビッツとかそういうのがいいわ私っていう風に奥さんはねもう会うたんびにおっしゃってました。まあ、そのご家族がですね、ドライブしてたらですね、事故に遭われちゃったんですよ。でね、その事故っていうのがね、まあ、この間もお話したんですけれど、対向車がですねはみ出してきて車線を、で正面衝突です。私のお客さんは制限速度を守って自分の車線を走ってたんですね。でね、免許取れたてのねあの若い人がね、東京かどっかからね、まあ、レンタカー借りてドライブに来たわけですよ。でバスを追い越そうと思ってね、まあ要するに車線はみ出したら運悪く事故っちゃったと、正面衝突です。でお客さんはね制限速度を守ってたんですけど、相手はもうやっぱり80キロ以上出してたみたいですね。もうね相手は大破ですよ。もう車ぐしゃぐしゃでしたね。私現場行きましたけど、でも即救急車で運ばれたそうです。でね、私のお客さんはね全然大丈夫なんですよ。エアバッグはもちろん開いてましたけれど、
運転席にご主人でね、助手席はねご長男の方、奥さんが後ろで、お嬢さんが後ろに乗ってました。皆さんシートベルトしておられて、ご主人が若干手首が痛いっておっしゃってましたかね。でもね、ちゃんと自走走ることもできましたし、ドアもちゃんと開け閉めできました、まあ、少しずれてましたけどね、まあ、それくらい衝撃がでかかったんですよね。で、相手の国産車っていうのはもう本当ぐしゃぐしゃでしたよ。見るも無残に、もちろんレッカー車でね、もうあの積載車にクレーンでつって運んでいきましたけど、これくらいね安全性が違うんですよ。まあね、これはね、未だに国産車はね追いつけないんですよね。なんでかって言うとね、まず設計思想が違います。日本っていうのはね、最高速が100キロ、まあ一部今120キロっていうのもありますけれど、だいたい100キロですよね。欧州の場合にはですね、アウトバーンっていうのがありまして、ね、ここは速度無制限なんですよね。何キロ出してもいいと、まあ、アウトバーンも今はね制限速度区間っていうのもあるんですけれど、だからだいたいね150キロ以上でぶつかってもいいような設計がされてます。まあ、設計段階でね、まあ、そういう車作りをするわけです。日本車はね、やはりそれにはコストもかかっちゃうんで、車の値段が高くなっちゃいますから、そういう風な設計はしないんですね。だからね、これはしょうがないんですよね。でもやはりさっきも申し上げたんですけれども、いくらこっちがね制限速度守ってても、まあ、そういう無謀な車がね正面からぶつかってきたらね、倍以上の力がかかるわけですね。だからぶつかってきた時のことを考えて、やはり設計された車の方が安全ではありますよね。でこの辺はね、やはり、もういつまでたっても追いつけないです。ただ、さっき私が最初に申し上げたんですけど、壊れまくります。まあ、これはね、やはり開発するときにね、実は外車っていうのはね、とりあえずね最低限のことは設計して、あとはとりあえず市場に出してね、それからちょっとずつ改良していくんですよね。まあ、この辺がね国産車とは違いますよね。ですから、だいたい外車の場合にはね、モデル末期の車がね一番完成度が高いです。ですから、外車買うんだったらね、出てすぐは買わない方がいいですよあちこち壊れますから。まあ、もちろん保証期間があるんでね、まあ、それで保証修理で直しますけれど、この辺がやはり違います。さて、本日のねハーマーズ試験、今から5年ほど前なんですけどね、ある国産車メーカーがね、スーパーカーを作ろうということでね、約4000万の車をね、出すということで開発してたんですね。まあ、この車は世に出ました。限定500台だったと思いますけれど、まあ、私もすごく期待してたんですよね。とうとう日本もこういう車が作れるか、フェラーリみたいな車が出るのかなと、心の中ではすごく期待してたんですよね。まあ、値段4000万です。ところがですね、完成間近になって、もちろんもうそれは完成して発売もされたんですよ。完成間近になってね、日本で言えばね、ターンパイクみたいなところがありましてね、箱根の、ヨーロッパ、ドイツにですね、ニュルブルクリンクっていうね、ニュルっていうんですけど、テストコースじゃないんだけど、まあ、大体市場に出す前にね、どのメーカーもそこでね、テスト走行するんですよ。日本車なんかもね、スカイラインとかね、そういう何でもね、日本車もそこに持ってってね、皆さんテスト走行してるはずです。そこでね、実はね、その日本車、まあ、もう行っちゃいましょうかね、LFA っていう車なんですけど、この車がですね、テスト走行中にやはり事故ったんですよ。これやはりね、さっきもお話しましたけども、正面衝突です。どうやら日本車の方がはみ出したみたいですね。で、まあ、相手はドイツ車だった、まあ、これも言っちゃいましょうか、 BMW の3シリーズです。それとね、正面衝突しました。それでね、その結果、まあ、不幸なことにね、その日本車の方のドライバー2人とも即死です。とってもね辛い事故だったんですけどね、そのね運転してた方なんですけどね、ものすごく有名な方だったんですよね。テストドライバーではね、まあ、神様みたいな人でね、私もファンだったんですけど、とても辛かったの今でも覚えてます。でね、ぶつかった相手がね、その BM の3シリーズなんですけど、そっちはね2人とも生きてたんですよね。まあ、1人どっちかはね重傷だったと。でもう1人は大した怪我じゃなくてね、2人ともね生きておられます。まあね、これがね、実は今から5年ほど前なんですよ。これが全てを物語ってるんですよね。国産車が、威信をかけて開発した自動車4000万です。で、 BM の3シリーズ、まあ、大衆車なんですよね。 BM では400万ちょっとですよ。
これがねぶつかってね、そういう結果になってしまいました。まあ、これはね日本ではほとんど報道されなかったです。もちろん、まあ、トヨタがね報道規制かけたんでしょうね。まあ、第一報だけは入りましたけど、その後は一切もうニュースは出てきませんでしたね。まあね、やはりさっき私は設計思想という話をしましたけれども、まだまだこの辺はね日本車が追いつけない部分なんですよね。まあ、車のに対する哲学が違うと私は思います。まあね、当時ねネット上ではねヘルメットかぶってたからじゃないかとか、シートベルトをしてたのかとかね、あとエアバッグのスイッチ切ってたんだろうとか、まあ、いろんなね話があったんですけれど、何をねどう言ったって片っぽは即死なんですよ。片っぽは2人とも生きてるんですよ。もうこれ以上でもこれ以下でもないですよね。事故っていうのはですね、いろんな条件が重なって、まあ本当に起きるものです。そこでそういった、まあ、いろんな仮に悪い条件があっても、そこでやはりね生存するっていう安全性っていうのはそういったものだと思うんですね。それがね、4000万もかけて4000万でね売る車と400万の車でこんな結果になっちゃったんですね。おそらく、まあ、車のこと分かってる人はその車は絶対買わないと思います。だからこそトヨタは、報道規制を引いたんですね。事実ほとんどね私の友人でもすごい金持ちいますけど誰も買わないですね。やはり皆さんフェラーリとかランボルギーニとか乗られますよね。残念ながらねまだ、そういう状態なんですよね。まあ、これに関してはね、まあ、トヨタファンの方にはまたお叱りを受けてしまいますが、でもご安心ください。一番最近のニュースでね、今度の、トヨタのスープラ、これはね BMW のボディを使います。ボディっていうかシャーシーですね、プラットフォーム、BMW の Z4、これの車の骨格はこれを使います。それにねトヨタのエンジンを乗せるのか、まあ、BM が出すのは BM のエンジンを乗せるんでしょうけど、側ですね、周りだけはトヨタのボディ、 BM は BM のボディ、こういった車を出します。これはね私は密かに思ってるんですけど、当時の経験からトヨタも学んで、逆に BMW に教えを請うんじゃないかと思ってます。私はいいことだと思いますね。なぜかというとね、BM もねすごく最近日本車みたいな車になりつつあるんですよ。これはねいい意味でも悪い意味でも。ですから、やはりね、いろんなねことがあって、技術というのは進歩していきます。日本車もうどんどん進化しています。決してね、悪いことじゃないと思います。その亡くなられた方ね、成瀬さんって言うんですけど、彼というかですね、成瀬さんもトヨタとね BMW が協力してね、これからねあと車作りをしていくっていうのは天国で、応援してくれてると思うんですね。まあ、今日はねちょっとそんな話をしてしまいました。さて、いよいよ次回からはお車購入の時のハウトゥーノウハウですね、それについて話していきたいと思います。それでは皆さん、チャオ。